はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の後藤でございます。今日は19年1次ベーシック講座の運営管理第1回について解説していきたいと思います。講義は各ユニットごとに大体10分から15分、長くても20分ありますかね。ごとに一つの領域をお話ししていくことになりますので、皆さん方はそれに応じてテキストのところに、あるいはノートに、重要ポイントをメモしていくなりして、聞いていっていただきたいというふうに思います。で、まずはこのユニット1なんですけれども、ユニット1では、この第一分野、というのを扱うわけなんですけれども、生産管理概論ということで、生産管理とは何って言ったような話をしていくことになります。まずその前にですね、運営管理という科目っていうのは、どういう位置づけにあるのかということをちょっとお話ししてみようと思うんですけれども、皆さん方は、多分企業経理論あたりをもう、これ私も喋ってますけれども、お聞きになっていらっしゃると思うんですけれども、そこで学習しました、戦略の階層ですよね。で、企業全体の戦略とか、あるいは事業部レベルの事業戦略だとか、その下に、各機能別戦略っていうのがあるということで、そのうちの一つが、この運営管理の中に入っている生産、戦略であったり、それから、店舗販売の戦略であったり、あるいは管理であったりというこの機能別戦略の領域の一つであるというところをまず押さえていただきたいというのと、この、運営管理の中にある、前半が第7回あるんですけれども、前半が生産管理から後半が店舗販売管理ということになってます。で、生産管理の方っていうのは二次試験の事例の3ですね。大体製造業の工場の診断が出るんですけれども、そこのベース知識を与えることになると。それから後半の店舗販売管理の方は、事例の2ですね、二次試験でいうと。で、大体小売業かサービス業出る場合が多いんですが、それの、ベース知識を提供すると。大体こんな感じで、位置関係を押さえておいていただければよろしいかなというふうに思います。で、大体第何分野っていうのをこう始まるときにこんな画面が出ましてですね、ここでは大体こういうのを学習しますよということで、一つの心づもりを、捉えておいていただきたいっていうんですけれども、勉強はできるだけこういうマクロの、自分が今どういう位置にいて何をこれからやろうとしてるのか、世界地図で言えば、これからヨーロッパの、にちょっと探訪してみますねっていうことで、あとそのグリーンになってる一つ一つは国みたいなもんですよね。で、その国の中の、生産管理の基礎という国ではどんなことをやるの、多分その中の一番首都の、コアになるところから、必ずやろうとは、やりますけど、それ以外にも非常に特徴的な都市だとかね、そういうのを見て回りたいと思うんですけれども、そういうところを、お話ししていくと。本当のことを言うと、もっと田舎に行ってやりたいんだけど、ここはとりあえずは世界を見ていくには、とりあえず必要ないかなと。ということは、この第1クールのベーシック講座の後に第2クール、第3クールという学習期間があって、ステップアップだとかアドバンスっていうんですけれども、そういうところで扱えば、いいよっていうようなものについてはあまり深く突っ込まないという形でお話ししていこうと思ってますんで、そのつもりで一つ聞いていっていただきたいというふうに思います。で、今回の第一分野の生産管理概論というのは、大きく3つそこにありますけれどもね、
まあ、1の生産管理の基礎、大体この分野、実際ですね、この運営管理は大体40問で90分の試験なんですけど、案外比重高いんですよ。6台ぐらいですかね、大体ね、平均すると。で、関連問題含めてですけどね、ダイレクトじゃない関連問題も含めてですけど、非常に出題の比重の高いところで、またこれ22に行くにも非常にベーシックな部分の、まあ特に生産形態と生産方式なんていうところあたりは、しっかり押さえておかなければ、いけないというところなんで、まあちょっと時間使いながらお話ししていこうかなというふうに思います。で、まあ生産管理の基礎というのは、生産管理の定義だとかね、役割ということで、まあイメージで言えば工場のマネジメントについて扱いますよっていうのをちょっとお話しすることになると思うんですけれども、まあ皆さん方できれば立場としては、中堅クラスの企業の製造業の工場長さんみたいな気持ちっていうのかな になっていただけると、ああなるほど、工場長さんっていうのはこういう知識があって、こういう課題を解決していかなきゃいけないのかっていうのをこうちょっと身をもって体験することができるかなと思うんですけれどもね。いうようなところを見ていこうと思います。それから2番目の生産形態なんですけれども、これは時期品種量流し方っていうふうに書いてあるんですけれども、これはですね、まあ、工場の中にはいろんなものづくりの、性格持ったところがたくさんあるわけで、でそれぞれ個性持ってるんですけれども、まあ、我々の勉強ではそれを何らかのこう切り口からですね、一般化していって、できるだけ課題を見つけやすくするというのが勉強なわけで、でそういう意味から言うとですね、この時期っていうのはいつの時点でその注文を受けて、で作ったりとか、のこう作業をしたりとかの形に入るのかっていう、そこをから切っていくんですね。だから具体的に言うと見込み生産なのか受注生産なのかというようなところを議論すると。それから品種量っていうのは、まあこれが一番一般的かもしれませんが、多種少量生産なのか少種多量生産なのか、これによって全然こう工場のさまざまな、例えばレイアウトだとかそういうものも違ってくると。まあ、あとは仕事の流し方ですとかね、これはいろんな生産方式と言われるような形で、まあその3に続いてくるんですけれども、何て言うんですかね、生産形態の区分の一つということになりますけど、生産方式という言い方っていうのはね、これは JIS の定義っていうか、まあ工場ではいろんな何て言うんですかね、その工場のある歴史のもとにものの作り方が、形成されてきたわけで、まあ千差万別なんですよね。ですから試験でどういうふうにこう例えば生産形態とか生産方式出すかっていうと、どうしても一つの、権威付けされた用具法というか定義を出さざるを得ないと。まあ、その中では一番やっぱり JIS の定義っていうのが一番権威付けされてますから、どうしてももうすでにテキストを読まれた方気がつかれてると思うんですけど、大体用語の定義は JIS の何番っていうような形で、表記されてます。まあ、試験もそういう形で出ますから、でそういう意味で、まあ例えば生産方式なんていう言葉も生産形態の区分の一つですよなんていうのがこう JIS で、定義されてますんで、まあ、できるだけそれに沿って入っていこうかなというふうに思います。まあ、ここはですね、一番代表的なのは多分仕事の流し方、まあこれ仕事の流し方っていうのは実はジョブショップと型とフローショップ型っていうのが、まあテキストの中でも入ってますけれども、これ基本なんですけれども、まあここからこうちょっとより現場のですね、ものづくりに近い形で、
携帯を区分するのが生産方式ということになるんですけれども、まあ、例えば個別生産、ロット生産、連続生産とかね、こんな区分なんかは、この生産方式の区分の仕方と、さらに現場でより近いというかね、より具体的なものづくりの方、そこに出てますけど、ライン生産とかセル生産とかね、それからジャストインタイム生産、トヨタの、自動車の生産で有名ですけどね、こういうふうにより現実のものづくりに近い形の、生産の型って言ったらいいんでしょうかね、そういうのを、この3のところで大体入っていくということになります。まあそれ以外にも、例えばジャストインタイムのトヨタの生産方式でもやるんですけど、プッシュ型、プル型とかね、いったような区分けだとか、こういうのもあります。まあちょっと煩わしいんですけれども、だん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 こう気に入ったっていうか、覚えやすいものからだんだん覚えていって、ね、何遍も多分繰り返して学習することになると思いますんで、まあ我々皿回しって言ってるんですけどね、一遍で覚えようとしないで、まあ2回目、3回目、4回目、復習がてら、そういう、まあ皿回しの学習やっていきながら、徐々に、まあ確実にしていっていただきたいなというふうに思います。はい。それではですね、早速この1の、まずこのユニット1ので扱うのは、1の生産管理の基礎というところで、ちょっと扱っていってみようと思うんですけれども、こういう絵がありますけど、それはですね、生産管理の定義っていうことになりますね。まあ、皆さん方のテキストでいうと8ページ、ということになりますが、プレゼンターで見てみましょう。生産管理の基本機能という、まあ、8ページにあります。まあ、この生産管理の定義ですよね、をまずしっかりと、掴んでいきましょう。生産管理とはということでね、ここですね。所定の品質の製品を期待される原価で、所定の数量及びのこの Q と C と D、まあ後でもやりますけれども、この3つ、まあ、生産管理の、まあ、基本機能とか、いろんな呼ばれ方しますけれどもね、まあ、で生産するように組織的に需要を予測し、生産ための諸活動を計画し、統制調整して、まあ諸活動っていう生産の活動を計画、統制、調整、ここが管理ですよね。だから活動を計画し、統制、調整するっていうのが生産管理という活動だと。で、生産活動全体の最適化を図ることだということですよ。まあ、ここまでが一応、その JIS の定義と。いうことになります。で、まあ、生産活動の最適化を図るには、限られた資源である 4M を最大限に活用するということで、これはここですね。4M を駆使して、まあ、加工しますよとかね。まあ、加工っていうのは設計し、調達し、作業する。これ大きく言うと加工って言ったりとかね。まあ、生産管理ではね、言葉が結構錯綜するんですけども、広い意味で使ったり狭い意味で使ったりっていう形で、ここではですね、原材料を加工して、つまり原材料を調達して工場にこう投入するわけですね。ここが工場だと。で、この加工するときに 4M という、これは後でやりますけれども、人、材料、機械、方法ですね。マン、マテリアル、マシン、メソッド、
まあ、頭文字取って 4M って言うんですけど、これを駆使して、で設計し調達し作業し、そしてアウトプットとして製品を、出していくということになるんですけれども、生産管理の3要素 QCD に、最適化するという形で製品を送り出すと。こういう流れになってますよと、生産管理というのは。だからもちろんこの調達、設計調達し、そして作業をして、それで製品として、ある意味ではここ付加価値をつけて送り出すことになるわけですよね。こういったイメージを捕まえておいていただきたいというふうに思います。はい、ということで、次のユニットでは、先ほど言いました 4M ですとかね、それから QCD ですとか、この辺あたりの各論を、つついてみようかなというふうに思います。はい、それでは、このユニットはこれで終了です。